Hey everyone, well, Old Jai here. Welcome back to my playthrough of the Sumeru Story Quest. We're going to start the Akasha Pulses, and whatever, you know, the next part. But before we do that, I have resonated with Dendro, and not because I want to do the, it's not because I want to, you know, fit in with the story, it's because I wanted to do this right here. At the end of the last quest, the whole King Deseret thing, I got another part of so I'm gonna go ahead and C3 my Dendro Traveler, and that raises the talent by 3. Yeah, not gonna be able to do that. Okay. Alright, so we're going to go ahead and go to... Well, hold up. Before we do that, let's go ahead and restart. No. Okay, we're going to go ahead and restart this. Wait, hold up. Talk to Candace. Alright. Make our way to the teleport waypoint. I also turned in that that one Dendroculus I got I did off screen. Okay, we gotta go talk to Candace. それじゃオイラたちも早く入ってみよう。ちょっと待ってください。会議の前に一つ約束してほしいことがあります。 Whatever. 計画を立てるときはくれぐれも無理のないように約束してほしいのです。 Sorry, I can't do that. Pulses, the Kaaba flame rises. In the village chief's house. Let's go. Off-screen, I might do some world quests, a couple world quests, because I want to get my popular to level 2 here in Sumeru, so I can start doing the, hold up. Minna hayai na. Demo, nande dare mo shabette nai nda? Sude ni ikkai hanashiyotta kara da. Saikin dou shite tan da? Anta tachi ni aitakatta yo. Junbi wa ii ka? We can start now. Very well. いい度胸でも私もちょっと感服したぜ。試してみる価値はある。議論の進化は解決策を見つけることだ。無駄話はいいから次の問題に進もう。おいらまで緊張してきたぞ。
So what's the deal? What's the plan? やっと出てきましたね。じゃ、先に失礼するよ。またな。おいおい、そんな顔するなって。あんたの言いたいことは分かってるぞ。安全には気をつけるから。ならいいんです。うまくいくよう願っています。旅人さん、パイモンさん、表情を見ると話し合いはうまくいったようですね。 It wasOkay. そんなこともわかるのか。私は策略なんかは苦手なのですが、皆さんの細かい感情を読み取るのが得意なんです。その反応からすると当たりみたいですね。Garma Day.実を言うと、私も少し心配です。でも、あなたたちは私の知り合いの中で一番優秀な方々ですから、信じるべきですね。オイラたちを褒めてくれるのか。本当のことを言っただけですから、褒めたとは言えません。オイラたち、実はお前に言いたいことがあってここに残ったんだ。キャンディスはこれからアールムナに残るけど、オイラたちはお前の言ったことをちゃんと覚えとくぞ。そう言ってくださって私も安心しました。あなたたちだけでなく、ここを立つ全ての友人にこう伝えてきました。皆さんの安全が一番大事なのだと。計画を成功させるには身の安全を確保することが第一です。ですから、くれぐれも気をつけてください。Thank you, Candace. アドバイスに耳を傾けてくださってありがとうございます。私はここから皆さんの祝福を祈っています。みなぼだおはいさん。Not in here. Oh, he's over the ramen. Raja, I can think. じゃあ準備してみ。 Sorry, my sister was asking about the cat. No. Arhaiden. 別れの挨拶は済んだのか。Yeah. キャンディスはお前らにも安全に気をつけろって言ってたみたいだな。ああ。だが、もう一度言っておく必要があると思う。いや。これからの計画は、おままごとじゃない。
絶対的な信念を持たなければこの一歩を踏み出すことはできない。いや、それなりの覚悟をしてくれているならいい。 Clear as day。コブの社交辞令なら今言っただろ。好きはめちゃくちゃ大事なんだろ。好きはキャンディスが君たちに優しく接する役割を担うなら俺はみんなに問題の深刻さを認識させる責任がある。 Basically saying, yeah, Canadore gave the words of encouragement me. Him? He's all business. 例えば後方支援に勤める者もいれば前線で戦う者もいる。それぞれの役割を果たすのは間違ったことではないだろう。 Make sense? 前線で戦うって言うけどお前は普通の兵士には見えないぞ。傭兵集団に比べれば確かにそうだ。俺はただの分弱な学問を収める者に過ぎない。しかし俺は傭兵じゃないからこそ比較的安全な場所でこうして策を練ることができるんだ。Reminds me a lot of his character demo where, you know, Kaveh says, so Alhaim is a feeble scholar, didn't he? And then he says, I don't need to fight. I only need to think. よく考えてみる。あの傭兵たちは狂気に陥る危険にさらされている。 True。 それに学者も危険な職業だよな。っておい、お前も学者だろ。俺は俺、他は他だ。同じ品種のものにも優劣があるから一緒にすることはできない。 True。このやつらがお前のことをイカレ野郎って呼んでたの忘れるなよ。愚かなものから見れば賢いものは皆イカれている。だからそれは褒め言葉なのだ。そういえばキングデシレトの遺跡で見つけた情報のことを覚えているか。そこに近畿の知識のことが記録されていた。Yeah, そうか。悪くない記憶力だ。近畿の知識は人を狂わせるが、このことはスメールの人々に公開されていない。教令院に所属する俺でさえ初耳だった。そうだな、学者や傭兵たちが狂気に陥ったのは近畿の知識の影響を受けたからかもしれない。しかしこれは教令院の推測とは少し異なっている。何しろ教令院は狂気の症状は神の知識の副作用であると考えてきたからな。教令院は近畿の知識の概念をよく分かっていなかったから間違った方向に推測していたんだろう。今起きている様々な現象を合わせて考えてみれば、地域、マリン病、砂嵐、数千年前砂漠で起こった近畿の知識による汚染によく似ていると思わないか。 It's definitely possible. 地域とか砂嵐とかの原因って世界中が病気になったからじゃなかったのか。ティナリはそう言ってたけど、あ、もしかして君もたどり着いたか。世界中が病気になった原因は近畿の知識の汚染かもしれない。どうしよう、大変だぞ。クラクサナリテリがこの状況に対応できる策を持ってるのか。She said the key to saving Irwin's soul is contained within the remaining consciousnessお前がアビディアの森で気を失った時に見た情景と世界が私を忘れてって言
Yeah. どうやら、クラクサナリレビを救い出すことはとても重要で意味のあることらしいな。スメールの問題を徹底的に解決するには彼女と力を合わせて世界中、目的を遂行するために俺は一部の仕事の成果を検証しに行ってくる。どこに行くんだ？エルマイト旅団の拠点へ。エルマイトベース。Okay. Go to the Eremite base. Oh, back over here. Off camera, I might hold on, let me just go and take these things out. Ganzan Hatsuku! Sabaki no Ikazuchi! I think they dropped meat. Yep, they dropped raw meat. Alright. What's up, guys? What's up, Vlad? Sorotているみたいだな。なんでここにこいつらがいるんだよ。ここで技術的な仕事をさせていたんだ。初期艦と旅人。進捗はどうだ。ああ、初期官に言われた通り修理したよ。今使えるのは1台で、その他はまだ修理中だ。これって缶詰知識を抽出する装置だろ。まだ何か使い道があるのか。これを見ろ。Okay. Got a notification my controller's running low. その表情、君は怖いのか？ちょっと怖いし、それ以上にめちゃくちゃ怒ってるぞ。ほう、なかなか興味深い。しかし、今はそれを使う時じゃない。Okay. 前の作戦会議でも言ったように、この缶詰知識には俺が作成した一本の法令が入っており、教令員もそれを持っている。計画通り、旅人、この缶詰に記録してほしいことがある。君は俺たちがクラクサナリデビを救い出せると信じているか？ Yes, それはいい。信じる心が一番重要なんだ。じゃあ準備ができたらこの装置を装着してくれ。信じる心を缶詰知識に記録するのか？そうだ。おいら君の気持ちは理解できるが、今はこれが必要なんだ。俺の言う通りにするのが一番いい。何事もまずは自分から騙さなければならない。自分を励ますことも時には欺瞞になる。でも役にさえ立てばいい。なんだか一理あるようにも聞こえるけど。なるほど。想像しろ。今俺たちの計画は全て完了した。クラクサナリデビの救出にも成功し、スメールを変えられた。全てが順調に進んでおり、人々も俺たちの功績を認めてくれている。目を開けるといい。はい。これって読んでみろ。Well, you don't know quite the purpose of this recording is. What a fascinating experience. I'm fine. ただの記録だ。問題はないです。でも、今したことが一体何の役に立つ？
立つんだ？さっぱり理解できないんだけど。理解できずとも仕方ない。そもそもこれは君たちのようなもののために用意したのでは。オイラたちのような？忘れたのか。今回の計画は長期的にアーカー社に頼っている人々に向けたものだ。君たちから見れば信じがたいことかもしれないが、今までずっとアーカー社に頼ってきた人たちにとっては頭に浮かぶ全てが真理なんだ。想像してみろ。もし生まれた時からアーカー社のような装置を使い、君が必要な時にはいつでもサポートし、そのまま年月を重ねた君は何になる？何って？指令の奴隷だ。だからこそ規則はとても重要なんだ。それに規則を知っている者は自ら境界線を引き、グレーゾーンを見極めることができる。でもなんでお前はグレーゾーンを見極めたいんだ？こういう曖昧な領域が面白いと思ったからというだけだ。それにプラスの収穫をもたらしてくれることも。こいつが興味を持つものって変だぞ。スメ。さて、雑談はここまで。これから前科のある助っ人の二人にちょっとしたことをやってもらう。君、ちょっとしたアーカー社端末に少々細工する。okay. All right, well, I'm gonna go to Caravan Robot. You will sign up, but before that, off camera, get a thing to plug this into. See you in the next video.